コンピュータージェンナーイテッドイメジャリー。コンピュータージェンナーイテッドイメジャリー。コンピュータージェネレーテッドイマジェリー。CGI とは、芸術、印刷メディア、コンピュータゲーム、映画、テレビ番組、コマーシャル、ビデオ、シミュレータで画像を作成するときに、コンピュータグラフィックスを応用することである。ビジュアルシーンを動的もしくは静的にすることや二次元に、 することが可能だ。CGI という用語は、映画やテレビでのシーンや特別な効果を制作するための3次元コンピュータグラフィックスを参照するために通常使用されるだけでなく、Windows Movie Maker やイ m o v i e のようなプログラムを使う、ホームユーザーや編集者もこの用語を使用している。CGI アニメーションという用語は、動画として描写された動的なコンピューター。 ジェンナー・イテッド・イメジャリーを指していて、ビジュアル・ワールドという用語は、エージェントベースの双方向環境を指している。コンピュータグラフィックスソフトウェアは映画など向けに、コンピュータージェンナー・イテッド・イメジャリーを制作するために、使用される。コンピュータージェンナー・イテッド・イメジャリーソフトウェアの発展と、コンピュー処理速度の向上で個人のクリエイターや、中小企業でも自身の家庭用コンピュータで、プロ級の映画、 ゲーム、ファインアートを制作できるようになり、世界的なセレブ、決まり文句、技術的なボキャブラリーを伴うインターネットのサブカルチャーをもたらすことになった。コンピュータージェンナーイテッドイメージャリーの進化は、シミュレーションカメラがまだ物理学の原理が用されていなかった1990年代においてが出現するきっかけにもなった。 コンピュータージェンナーイテッドイメジャリーの一部として生成される動画像だけでなく、本物に見える自然な地形、フラクタル地形のような無コンピュータのアルゴリズムで生成される。フラクタル表面を生成するシンプルな方法は、中点変異といったのいくつかの特例の形成に、頼った三角形メッシュ法のエクステンションを使用することである。例えば、アルゴリズムは大きな三角形から始め、 次に4つのより小さいシェルピンスキーの三角形に分割するために再帰的拡大を行い、そして最も近隣するものからの各点の高さを保管するの作成は、作成された新たな濃度であるノイズを追加するだけでなく、メッシュの複数の平面で追加的なノイズを追加する必要がある。このように様々な平面が表現された地形図は、 比較的簡単なフラクタルアルゴリズムを使用して作成することができる。基本的にコンピュータジェンナーイーテッドイメジャリーで使用される e a 2プログラムのフラクタルはプラズマフラクタルやより動的なホルトフラクタルである。数多くの特徴ある技法が高く収束されたコンピュータ生成エフェクトを生み出すために研究開発がなされており、 例として指定された岩石のような表面に侵食をモデル化したり年代を反映するため岩石の科学的な風化を表現するための特徴あるモデルが使用されている。現代的な建築家は顧客と建設会社両方向けに3次元モデルを制作するためのコンピュータグラフィック会社のサービスを利用している。これらのコンピュータ生成モデルは従来の図面よりも正確にすることができる。 インタラクティブ画像ではなく建築物のアニメーション動画が使用されるも建築物を環境や周囲の建築物と合わせたらどうなるかを確かめるために使用することができる。紙や鉛筆を使わない建築空間の描写は現在コンピュータを使用した数ある建築物設計システムによって幅広く受け入れられている実践法である。建築物モデリングツールは建築家が 対話形式で空間やウォークスルーの実行を主覚化できるようになっていて、都市部や建築物療法の水準で対話型環境が提供される。建築における特定の応用は、建築構造の仕様、壁や窓などやウォークスルーだけでなく、特定のデザインで一日の時間帯によって、光の影響や太陽光がどれだけ差すかの調査が含まれる。 建築モデリングツールは現在インターネットベースで発展しているが、インターネット型システムの品質は高度なインハウスモデリングシステムと比べてまだ劣っている。いくつかの応用において、コンピュータ生成画像は歴史的建造物の逆光分析でも使用されていて、例えばドイツのにあった修道院のコンピュータ再現は、 修道院の遺跡を元にしていて、未だにありし日の建築物がどのようだったかを、ルックフィールで見せているに過ぎない。スケルタルアニメーションで使用されるコンピュータ、生成モデルは常に解剖学的に正しいというわけで、ないが、といった研究所は解剖学的に正確な、コンピュータ型モデルを開発している。コンピュータ生成解剖学モデルは、教育や、 運用の両方の目的で使用される。現在までによる画像など多くの画家が医学生が使用する医学画像を制作し続けているが、多くのオンライン解剖学的モデルも利用可能になっている。一人の患者の X 線はデジタル化された X 線でない限りコンピュータ生成画像にならないが、コンピュータ断層撮影による三次元モデルを伴う応用は、 数多くの単一の X 線断メンズで自動生成されるためコンピュータ生成画像になる。各磁気共鳴画像法を使った応用も合成で内部画像を生成するために数あるスナップショット磁気パルスを介した場合をまとめたものである。現代的な医学的応用において患者の特定モデルはコンピュータ支援手術において構築されていて、例えば総合的なにおいて 詳細な患者モデルの構築は注意深く手術を計画するために使用される。これらの3次元モデルは通常患者自身の解剖学的に適切な部分を数回コンピュータ断層撮影した画像が元になっている。このようなモデルはまた心臓病治療の一般的な手順である大動脈弁注入計画するときにも使用される。得られる形状の中で 冠動脈開口部の直径や場所は患者によって大きく異なっており患者の弁構造に酷似しているモデルの抽出コンピュータ断層撮影では順を検討する際に非常に有益である医療のモデルは一般的に次の3種類に分かれる現在まで自然な方法で自動的に編まれたデジタル的な特徴のある医療の作成は 多くのアニメーターによるに挑戦が続いている。映画や広告、その他一般公開される形での使用に加えて、医療のコンピュータ生成画像は、現在作用手のファッションデザイン企業によって、日常的に使用されている。人の皮膚の画像を描写する挑戦において、リアリズムには3つのレベルがある。よく見えるシワや、皮膚の感染といった、最もよく見える特徴は、 約 100m もしくは、ミリメートルの寸法である。皮膚は、目的の表面の7次元や双方向、三乱分布関数でモデリングできる。インタラクティブビジュアライゼーションは、動的に変化できるデータを描写したりユーザーが、複数の遠近法によるデータを見ることができるように、するための応用に関する、一般的な用語である。この応用分野は、流体力学において、 流れパターンを可視化することから特定のカナダドルアプリケーションに至るまで幅広い。レンダリングされたデータはフライトシミュレーターのようにユーザーがシテムへの操作で変えられる特定のビジュアルシーンに対応しており、世界を表現するためのコンピュータージェ j n イテッド・イメジャリーの技法を広範囲に使用できるようになる。生データのデータパイプラインを伴う。 双方向可視化過程の抽象的レベルはレンダリングに適する形で生成するために管理やフィルタリングがされる。これは可視化データとたびたび呼ばれている。可視化データはその後レンダリングシステムに供給することができる可視化表現へマッピングされる。これをレンダラブルリプレゼンテーションと通常を呼ばれる。このリプレゼンテーションはその後表示できるイメージとして描写される。 ユーザーがシステムを使った生データとの対話、仮想世界で自身のポジションをジョイスティックで変えるなど、が新たな描写イメージを作成するためのパイプラインを通して供給されるように、多くの場合このようなアプリケーションでリアルタイムな計算効率の重要考慮事項が作成される。風景のコンピュータ作成イメージは性的になる一方、用語的なコンピュータアニメーションは動画に酷似する。 動的なイメージのみに適用される。しかし、一般的な用語としてのコンピューターアニメーションは、ユーザーとの対話ができない動的イメージを指していて、一方用語としての仮想世界は、対話的なアニメーション環境で使用される。コンピューターアニメーションは、本質的に、3D のストップモーションアニメーションと二次元イラストレーションのフレーム単位アニメーション技術のデジタル的な後継技術である。 コンピュータ生成のアニメーションは、エフェクトショットやエキストラを使った群衆シーンが、使用されるミニチュア撮影といったより、力学的な方法よりも、制御可能である。これは、他の技術を使うことなく、実現可能なイメージの制作が可能だからである。また、一人のグラフィックアーティストが、俳優や高価なセット部分や小道具を使わずに、作品を制作することができる。 動作の錯覚を作成するためには、イメージをコンピュータスクリーンに表示し、過去のイメージに似た、新たなイメージに繰り返し置き換えるが、時間領域、通常24もしくは30フレーム、秒の速度でしずつ進める。この技法は、動きの錯覚をテレビやモーションピクチャーで実現する方法と同一ある。仮想世界とはユーザーがアニメキャラクターやアバターと呼ばれる。 アニメキャラクターに扮した他のユーザーと対話できるシミュレーション環境でユーザーが生活したり会話することを重視して今現在ユーザーがアバターの形式で他人に見えるようになっている双方向 3D 仮想環境の主な代名詞になっているこれらのアバターは通常テキストや二次元画像三次元コンピュータグラフィックスといった表現で示されているが他の形式でも可能である 全てではないが可能世界は複数のユーザーで使用可能になっている。近年、コンピュータージェンナーイテッドイメジャリーの使用は法廷にも及んでいて、裁判官や陪審員に一連の出来事、証拠、仮説をよりよく可視化することに役立っている。しかし、1997年の研究で人々は直感差が貧しい物理学者で、 コンピュータ生成画像の影響を簡単に受けると発表された。したがって、陪審員やその他法的決定に関わる人は一連の出来事の一つの可能性をに表現した証拠への認識が生じることが重要になることを物語っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。